庭菜園ライフ。目黒区で菜園をやっている西川です。今日は、オクラの生育に問題がないかどうかのチェックポイントについて紹介していきたいと思います。現在農園にあるオクラですが、茎がひょろっとしていたりちょっと黄色い葉の状態のもの、様々な生育状態のものがあります。皆さん今オクラを栽培しているとこのオクラの生育に問題があるんじゃないかと悩んでいらっしゃる方もいるかもしれません。今日は現在の農園の状態を見ながらチェックポイントを解説していきたいと思います。最後に質問にもお答えしていきます。最後までご覧ください。ということでチェックポイント一つ目です。ひょろひょろのオクラは問題ありませんが、黄色い場合は要注意です。窒素不足を疑ってみてください。種まきして芽が出てきたオクラです。順調に育っているように見えますが、茎が細いので少し心配になる方もいらっしゃるかもしれません。ですがこちらの状態はあまり問題がないと判断しています。もともとオクラというのは茎が細くてだいたい30センチぐらいの高さになった時に下の方にも全く葉のない状態が起こります。その上に今度は枝がついてきますので割と折れやすい植物です。ですからこれはオクラの生態だと思ってください。他の野菜に比べると初期の幹は細くてひょろひょろっとしているのが普通です。あまり神経質に心配しなくても大丈夫です。ではこちらもご覧ください。下葉の方が黄色い状態です。まだ問題はないですが、これが、上の葉も含めて葉が全体的に黄色い場合は、窒素不足が疑われます。オクラも肥料食いの植物の代表的なものです。ですから肥料不足に、陥りやすいので、葉が黄色いという症状が出た場合、油かす液肥などの窒素分の多い液肥を希釈倍率を上げて数回に分けて与えてください。油かす液肥を使うと改善しますが、希釈倍率は100倍以上にしてください。それより濃い場合はかえって苗を傷めてしまうと思います。2つ目のチェックポイントはオクラの葉に花が開いて食害されている時です。これが何が原因か確認していきましょう。こちらの葉をご覧ください。たくさん穴が開いてます。このような場合、裏面に害虫がいないかよくチェックしてください。害虫を見つけたら捕殺しましょう。今ここに幼虫が2匹います。何の幼虫かちょっと小さすぎて分かりませんが、かなり活発に動いています。今葉の裏から見つけた害虫はシャクトリムシだと思います。その他この時期はアブラムシも発生してきます。オクラはアブラムシがびっしりとつく野菜の一つです。早いうちに潰したり油石鹸水で撃退しましょう。3つ目のチェックポイントはオクラの背丈が10センチ以上になった時の対策です。この時期一番危険なのが突発的な強風です。ではどのように防いでいくかをご紹介しようと思います。オクラの背丈がだいたい10センチを超えてきましたので、風の対策として麻紐でガードを作ります。では四隅にこのように90センチの支柱を立ててください。麻紐を一つの支柱にまずくくりつけたら、順繰りに回して風に吹いて倒れないようなガードを作ります。こうすることによって風で煽られても麻紐が支えになって茎が折れるということがかなり軽減されます。冒頭ご説明したオクラの特徴の初期のひょろっとした苗が風に弱いという弱点があります。このように10センチを超えたら麻紐でガードをすることによって風対策になります。それではいつものように質問コーナーに行きたいと思います。オクラ栽培の動画に質問をいただきました。油石鹸とはどのような石鹸かというご質問です。油石鹸水という食油と洗剤、水を混ぜた石鹸水で、実際にはアブラムシが葉に取り付けないようにするための自然農薬の一種です。作り方については 500ml のペットボトルを使ってキャップ1杯ぐらいの食用油を入れて、その後ヤシの実洗剤を少し入れて水を半分ぐらいまで満たしたらよく振ります。その状態で泡でいっぱいになりますので、しばらく置いておきますと泡が収まってきます。その状態でさらにいっぱいになるまで水を入れてよく振り直して置いておきます。でこれを霧吹きで葉の表面にかけてやれるというような使い方になります。今日は農園のオクラの状態を見ながらチェックポイントを紹介していきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いします。
それではまた。